アナログ1977年8月号に、まず短編版が発表された。その後、1985年に長編化され出版。長編作品は1985年に、ネビューラ賞、1986年に、ヒューゴー賞を受賞し、ダブルクラウンを達成した。2008年には、PC、今週末期、携帯ゲーム機向けのゲーム化が発表された。 2013年、ギャビン・フッド監督により映画化された。時は未来。人類は異星人、バガーの二度にわたる太陽系への進行を退けた。そして三度目の侵略に備えるため、地球の衛星軌道上にバトルスクールと呼ばれる施設を設置し、戦いを終わらせるものを養成することに決定した。その頃、地球では人口抑制政策により、 一家族で西までしか子供を設けられなくなっていたが、長男ピーターと長女バレンタインの優秀さから、ウィッキン家には特別に三人目の出産が許された。その三人目こそ、運命の子アンドルウィッギンだった。天才的な才能を見込まれ、司令官の最有力候補として、わずか6歳でバトルスクールに編入させられたエンダーは、 世界中から集められた優秀な子供たちの中でも、桁違いの成績を残し、成長をしていく。時を同じくして、ピーターとバレンタインもネットを利用して、地球上で勢力を広げていた。長編版は長らく絶版状態だったが、2012年の映画化に合わせて、田中和江による新薬版が発売された。 2014年1月7日から10日までと13日から16日までの23時54分23時58分と1月17日の22時23時29分に日本放送ほか全国ネットで放送された。ありがとうございます。